スムース、トランスファーフォーカスは、中心部から周辺部に向けて、透過光量がなだらかに変化する特殊な光学系やフィルタにより、ボケ像を滑らかにした写真レンズの方式である。STF135MF2.8、T4.5 写真において、ピントの合っていない、アウトフォーカス部の、いわゆる、ボケは、点像が、絞りの形状を反映した形に広がったりするため、 しばしば、二千ボケ等の綺麗で内蔵となる。これを、絞りに相当する、光学エレメントとして中心部から周辺部に向けて、透過光量がなだらかに変化する特殊な光学系やフィルターを使用する、ことで、ボケ像を滑らかにすることができる。しかし、一種の ND フィルターである、アポダイゼーション光学エレメントにより、光量を損失し暗くなる。そのため、露光計算では、 ティーチを、被写界深度計算では、F 値を使い分ける必要がある。また、原理上ある程度絞りを開けた状態で使用しないと、効果が出ない。原理自体は、古くから知られており、絞りや、レンズシャッターなどをゆっくり動かすと、同様の効果が得られる。絞りを制御して、ボケ味を調節している例では、ミノルタアルファ7の STF モードや、 露光感絞りアポダイゼーションといった名称をつけているカメラが該当する。レンズシャッターを制御しボケ味を調節している例では、成功者 SF シャッターを搭載したレンズシャッターカメラなどが該当する。1998年、ミノルタがアポダイゼーション光学エレメントを搭載した STF135MF2.8T4.5 を発売。ミノルタの一眼レフカメラ。 アルファ、A マウントシリーズ用のレンズとして同社が設計、発売したものである。写真家の中でも評価が高く、このレンズのボケ味に勝るレンズはないとされていた。2006年に、コニカミノルタからソニーに、同社カメラ事業が引き継がれた後も、このレンズの生産、販売は継続されている。2010年代中頃より、同様な機能のレンズの新たな商品化が活発になっており、 2014年に富士フィルムからアポダイゼーションフィルター搭載として、富士ノンレンズ XF56 メートル MF1.2RAPD が発売された。ミノルタのレンズは、位相さオートフォーカスが困難であったため、マニュアルフォーカスだったが、富士ノンは、コントラスト AF により、世界初の APD フィルタ搭載 AF レンズ、としている。その後二千十六年に、ヴィーナスオプティックスから、 ナヤウィ 105mmF2 ボケドリーマーが2017年にはソニーから E マウントで増面位相検出 AF に対応レンズ内手ブレ補正搭載とした新製品 FE100mmF2.8STFGMOSS が発売された2019年にはキャノンから RF85mmF1.2LUSMDS が発売された パナソニックの LX7 の商品紹介では、アポ・ダイゼーションと書かれているが、アポジザチオンなので、アポ・ダイゼーション効果の出し方の原理は同じであるが、メーカーによって方式が違うので注意。大体いい、いわゆる実行 F 値のこと。ここでは、アポダイゼーション光学エレメントにより損失する分の光量を F 値に加味した値。ソニー、135mmF2.8。 t 4 5 s t f dc.watch.impress.co.jp 2020年5月10日へずらん。ありがとうございます。